その第二の名は欲望。それは世界を染める鮮血の赤。その第三の名は…呪文が長すぎるわよ。これ七匹分言わせる必要あるの？それはほら、仕方ないだろう。下手に端折ったりしたら設定担当がへそを曲げてしまうからね。世界、まさか我が輩の作ったセブンドラグーンブラスターの呪文を新機能で実装させたとはな。夏美先生、闇魔法の中でも最強の威力を誇るあの魔法は7匹の魔竜を解放することによりようやく放つことができるのだ。したがってその呪文は必要不可欠。さあ続きをプリーズ。わかったわよ、全部読めばいいのね。あ、ちなみに今呪文を中断したからまた最初からお願いするよ。うちで作っているゲームと同じで厄介な仕様だわ。なんということだ。絶対魔法杖ユグドラシルなくしてセブンドラグンブラスターを放つことはできん。世界、次はターニャの番なのだ。待っていろターニチカ、すぐにお前の手の中にそれが現れるはず。それはターニチカ専用のお友達召喚カードだ。カードを高く掲げ、その名を叫べば、書かれているキャラクターが召喚され、力を貸してくれるぞ。にょー、これは…出てくるのだ、アバズレ王女。黒服たちを倒せるかもしれません。終わり？確認しとくけど、おかしな設定はつけてないわよね。3分しか戦えないとか。バカを言うな。そんな原作にないような設定、俺がつけると思うのかい？あのアバズレ王女は、正体を見破られない限りは永遠に戦い続けることができる安心仕様だ。どうだ、参ったか。つまり大神官の女幹部デラビッチだって言わなければいいのね。あ、夏美、君ね、いきなり正体を言っちゃいかんだろ。仕方ないわ、ついポロッと口をついて出てしまったのよ。っていうか、アバズレ王女の正体ってやっぱりあの女だったの？夏美、なんでそういうネタバレすんのよ。だってみんなもネットで見逃し配信を見ていると思ったのだもの。にょー、ターニャも見たかったのだ。こんな形でアバズレ王女の正体が分かってもちっとも嬉しくないのだ。次はユーノが何かやりたいな。大丈夫だ、ちゃんとユーノの分も用意してあるからね。そろそろ現れることだ。わあ、大きなブラジャーだ。それはただのブラではない。超電子レーザーを放つことができる究極のブラ、ハイパーレーザーベータだ。それを装着することで、ユーノ、君の胸は本物の巨乳兵器と化すのだよ。
緊急事態だからね。恥ずかしがらず試合を始めようじゃないか。うん、わかった。緊急事態だもんね。じゃあ着替えようっと。やめなさい。変態。妹にこんなことさせるんじゃないわよ。もうちょっとマシなの考えなさいよね。いいアイデアだと思ったのだがね。では次は浅野、君に任せるとしようか。さあ浅野、それを使って奴らに一曲披露してやってくれ。なるほど、私の美声で奴らを昇天させようって作戦ね。オアリ、あんたにしてはいいアイデアじゃない？わいせつ男を倒せたかもしれないのに。その前にこっちが全滅よ。防音フィルター設定を機能に組み込むべきだったよ。まさか俺たちがあそこまで苦しめられるとは。恐るべし浅野の歌唱力だ。オワリさん、次は何かないんですか？次か、いよいよだな。いるか、あいつを呼ぶぞ。うわっほー、まさかあれを実装したのか世界よ。無論だ、最後を飾るにはあれしかなかろう。ファイナルジャッジメント、承認じゃい。解説しよう。ファイナルジャッジメント承認とは、地球解放戦線屍が開発した7つの神器が陸海空で合体を繰り広げる最終奥義である。7つの神器が超伝統合体を果たしたとき、無敵の超巨大ロボガランシグマが誕生し、あらゆる敵を打ち砕くことが可能となるのだ。まずはその変形プロセスをじっくりと見てみよう。さあ、俺とイルカがこだわり抜いて考えたこの究極合体シーケンス、とくとご覧あれ。あの、この合体っていつ終わるんですか？あれは究極完全体モードへの合体シーンで気合が入っているからね。たっぷり14分14秒の力作だよ。
いや、いくらなんでも長すぎますって。とてもじゃないですけど、そこまで待ってたらわいせつ男だって。にゃん、わいせつ男がいないのだ。ありゃりゃ、逃げられちゃったみたいだね。合体ロボの合体シーンを待てぬとは、敵キャラの風壁にも置けるな。こんな状況じゃなかったら君たちのこと好きになれそうだけど、今回だけは真面目にやって。俺たちはいつだって真剣だ。大真面目だ。どんな時でも遊び心を忘れない。これがゲームクリエイターというものだ。とにかくわいせつ男を追うわよ。って言ってもどこに行ったかわからないけど、おそらく地下街のターミナルに向かったはずだ。あそこには一霊が囚われているからな。タイムリミットは近いぞ皆の者、出陣じゃい。いいの？一度出直すべき。でもそんなことしてたら一ノ瀬レイナが。ここは間違いなくあそこよ。みんな、攻略法はちゃんと覚えているだろうな。当然よ。さあ行きましょう。まずは右よ。え、ちょっと大丈夫なの？僕にもよくわかりませんけど、きっと大丈夫なんだと思います。みんなを信じて進みましょう。そうね、わかったわ。次は左なのだ。その次は真ん中だよ。どうしてそんなに簡単に先に進めるのよ。もちろん攻略法を知っているからよ。この迷宮はドグマの回廊、一霊が設計した最高傑作のダンジョンなのよ。え？解説しよう。ドグマの回廊とはジャッジメント7が世に送り出した3番目の作品、シンクロダイブにおけるラストダンジョンである。高レベルモンスターと凶悪無比な罠の数々に守られる地獄難易度のダンジョンであり、この迷宮をクリアできたプレイヤーは未だいないのである。クリアできたプレイヤーがいないって、それもしかしてバランス調整ができてないクリア不可能なダンジョンじゃないんですか？ああ、当時もレビューで散々そう書かれたね。バランス調整してからリリースしろとかさ。確かに限界までレベルを上げても踏破が不可能な地獄難易度のダンジョンなんだけどね。でもちゃんとした攻略法が存在するんだ。この攻略法を使えばモンスターにも罠にも引っかからないから、実は誰にだってクリアできるんだよね。そうそう。ま、それを実現するためにここの BGM にはすっごい苦労したけどね。プログラムも大変だったのだ。プレイヤー間の通信の同期が重要だったから、レイナはまるで妥協してくれなかったのだ。
手がかりは最初から提示されているのよ。すべてのプレイヤーに平等に、それと分かる形で。シンクロダイブというタイトルに込められていたの。このドグマの回廊はね、一人では決してクリアできない。そういう風に作られているの。攻略の手がかりは、このダンジョンの BGM にあるのよ。こうして通路の分岐に差し掛かると、ダンジョンの同じ場所にいるプレイヤーの誰か一人にだけ、正解ルートを示す音が BGM の中に紛れるの。そこは左なりよ！そこは真ん中だ。このダンジョンをクリアするためには最低でも7人の仲間が必要なの。その条件を満たすことができればクリアすることが可能。この攻略法すぐにバレちゃうかなって思ったんだけど、意外とみんな気づかないんだよね。やっぱゲームは一人で遊ぶって思っちゃうのかな。すごいですね。こんなよくできた攻略法ならネットで紹介すればもっと話題になって人気だって出るんじゃ。それはね、レーナの意思で絶対に禁止されているんだ。誰でもいいからこのゲームを遊んだプレイヤーにこの解決方法を見つけてほしい。それが彼女の願いなんだ。だからシンクロダイブのラストダンジョンを否定するユーザーがいくらいても、たとえけなされても、私たちはこの攻略法だけは決して明かさない。それが一例の最後の願いだったから。よし、あれが最後の分岐点だ。女神の祝福の声は誰の耳に囁くかな。言うのには聞こえないよ。私も違うみたい。ターニャもなのだ。私もよ。我が輩も選ばれなかったようだ。ということは世界か。それが俺にも聞こえないんだな。まっすぐそのままよ。皆さん、真ん中の通路です。なんと最後はレイジーか。確かにクリアには7人必要だから、こんな展開もありだが。おいしいところを持っていくなんてデイジのくせにずるいぞ。そんなこと僕に言っても、これ皆さんが作ったゲームでしょ。それより行きましょう、レイナさんのところへ。ジャッジメントセブンの諸君、ずいぶんと早かったではないか。さすがはあの迷宮を作ったゲーム会社のスタッフなだけのことはあるな。レーナ、しっかりするのだ。レーナさん、今助けるからね。みんな、ダメ、これは罠よ。無駄だよ。君の管理者権限はランク E に降格した。どんなことをしてもその拘束から逃れることはできない。それにしてもノコノコとやってくるとはな。罠だと気づいていたのではないか。無論だが、ジャッジメント7の仲間が囚われているのだ。たとえ罠だとしても助けに来ないわけがなかろう。待っていろ、レイナ。すぐにわいせつ男を倒して拘束を解いてやる。行くぞ、ワールドプラス起動。
まさかこんな時にバグ？おい、ターニチカ、ちゃんと実装してくれたんだろうね。当たり前なのだ。ターニはそんな初歩的なミスなんてしないのだ。現在、アカシックサーバーと君たちの事務所のサーバーとはリンク状態にある。つまり、君たちのサーバーに干渉し、プログラムの起動を阻止するなど、造作もないことだ。一度実行したプログラムなら、なおさらな。さすがに処理が早いな。こうなったら肉弾戦よ。ちゃあ！みやびさん、大丈夫ですか？ええ、平気よ。それにしても半端ない戦闘力ね。私の攻撃をいとも簡単に避けるなんて。無駄なことを。戦闘実習では一度も私に勝てなかったことを忘れたのか。え？嘘でしょ？まさか。君でもようやく気づいたようだね、ナビ君。出口さんなの？その通りだよ。DIH の捜査官である出口さんがどうしてこんなことを？ナビ君、君は大きな勘違いをしている。君は私のことを13件に潜入している DIH の捜査官だと思っていただろう。実際はその逆なんだ。私は DIH に潜入している13件の工作員なんだよ。そうか、そういうことだったのか。世界、どういうことだ？前回新世界に来た時、ワイセス男が言っていただろう。レーナの圧縮データはうちの社内サーバーに隠れていると。あ、ターニャも分かったぞ。ワイセス男はレーナが新世界に現れるのはジャッジメント7のサーバーとアカシックが接続状態の時だけとも言っていたのだ。つまりレーナのデータを手に入れるためにターニャたちは新世界に来させられたということなのだ。そう。そして俺たちがあの時新世界に来るきっかけとなったのは、出口さんに少女 A を探すように言われたから。その通りだ。私は DIH の肩書きを利用し、君たちがアカシックにログインするように仕向けた。レイジ君、君が街中で黒服に襲撃されたのも私が仕組んだことなのだよ。このまま事態を放置していては危険だと思わせるためにね。だがなぜ再び我が輩たちをこの世界に呼び寄せたのだ？前回は我々の社内サーバーから一例のデータをサルベージするという目的があったが、それは果たされたのではないか？ああ、君たちがログインしてくれたおかげで無事に一ノ瀬レイナの人格データを回収することができた。だがもう一つ、君たちには協力してもらいたいことがあるんだ。何をするつもり？
何？君たちにはここで死んでもらおうと思ってね。な、以前この世界で殺した時はまんまと生き返られてしまったからね。今度は現実世界で確実な死を与えてあげよう。ジャッジメントセブンをこの場に呼び寄せた時点で君の役目は終わっている。先にここから消えてもらおうか。そんな、一礼。レナ、レナ、一礼。さて、やかましい者もいなくなったことだし、遠慮なく仕事をさせてもらおうか。出口さん、あなたも仮想世界にいるのに、どうやって現実世界の私たちに危害を加えられるというのよ。現実世界ってのは便利でね、金さえ払えば何でもやってくれる奴らがいるんだよ。そうよね、そんな簡単な方法があったのよね。ごめんね、みんなこんなことになっちゃって。次はジャッジメントセブンの諸君、君たちの番だ。安心したまえ。君たちがここで死んだとしても、君たちの名前は後世まで語り継がれることだろう。そう、世紀のサイバーテロの実行犯としてな。それは一体どういうことだ。私たち13件の目的が大規模なサイバーテロだということは薄々感づいているだろう。その内容は君たちの作ろうとしていたワールドエンドヘブンになぞらえたものとなる。死と消滅、そのシナリオが現実となり、その実行犯として罪をかぶるのが君たちジャッジメントセブンだ。輩たちの企画をパクるつもりか。あんな荒唐無稽な計画が実行できるはずがないだろう。
ところがそうでもないんだ。実現の目処は立っている。いや、もう始まっていると言っても過言ではないだろう。君たちも知っているはずだ。突然目撃されるようになった JK マークの存在を。さて、特に順番は指定しなかったからな。誰からなのかはお楽しみだよ。どうして我が輩が。やめろ。なぜ俺たちが殺されなければならない。テロ計画だかなんだか知らないが、俺たちにその妨害ができるはずがないだろう。無論最初は殺すつもりはなかったんだがね。自慢のカレーを気に入ってくれた君たちを殺すのはさすがの私でも気が引けるというものだよ。それに我々の目的はあくまで一ノ瀬玲奈の仮想人格データだったからね。それさえ回収できれば君たちに用はなかった。だが君たちは13件の情報を知りすぎてしまった。いや、知ろうとしすぎた。開けてはいけないパンドラの箱を開け、ここに来たのだろう。それがあのExitのディレクトリか。俺たちが13件に立てつくかどうかを試したというわけだ。君たちが見てしまったあの画像ファイル、あれに刻まれていたコードを覚えているかね。あれは特殊なコードでね、現実世界では何の意味もないが、あのコードを見た者がアカシックにログインすると、その記憶データを認識してアラートを発するという優れものなのだよ。君たちはハッキングの痕跡を消すことはできても、自分の視覚から刻まれてしまった記憶情報までは消すことはできないだろう。そんな、つまりあのファイルを見てしまったから我が輩たちは殺されるというのか。その通りだよ。好奇心は猫を殺すというが、人も殺すのだ。これでも選択の余地は与えてやったつもりだがね。それにしてもダメだろう。7人中4人もあれを見てしまっては連帯責任だよ。このまま返すわけにはいかなくなってしまった。君たちには物理的な力はなくとも、我々にとって不利益な存在になる可能性が大いにあると判断された。そういう目は早めに積んでおかねばならないのだよ。そんな、すまないな世界。我が輩があのファイルを、全部俺のせいだ。すまないみんな、ごめん、こんなことになるなんて。違う、お前のせいじゃない。あれは俺の。さて、次は誰だろうか。
嘘。何かの悪い夢よね。ねえ、誰か夢って言ってよ。ダメ、お姉ちゃんを撃たないで。言うのは死んでもいいから、お姉ちゃんだけは撃たないでよ。自分が死んでもいいなんて、お願いだからそんなこと言わないで。お姉ちゃん、ごめんね、あんたを守れなくて。ダメなお姉ちゃんで本当にごめんね。そんなことない、そんなことないよ。待ってくれ、浅野さんはあの画像を見てないじゃないか。見逃してくれよ、お願いだ。だから連帯責任だと言っただろう。小さい子、なんで殺す必要がある。そうだ、送り犬にでも閉じ込めておけばいいじゃないか。そうすればあんたたちの計画の邪魔にだってならないはずだ。むしろ役に立つかも。そうだ、命まで奪う必要ないじゃないか。だってタチアナはすごく天才なんだ。聞き分けだっていい、絶対役に立つから。お願いだから助けてやってくれよ。残念だが、少しでも情報漏洩の可能性があるものは消さねばならない。大人の世界というのは平等なのだよ。なんで。あなたよ、この状況で手も足も出るわけがないじゃない。レイジ、これまでありがとう。あなたが死ぬところを見ないだけ私は幸運かもしれないわ。もしゲームみたいにやり直しができるなら、次はもうちょっとだけ自分の気持ちに素直に。
レイジ君、おめでとう。見事最後まで残ったよ。まあ、すぐに皆の後を追うことになるかな。ゲームオーバーだ。許さない。許さない、許さない。俺は絶対に、お前を許さない。ここはアカシックに保存された私の記憶のデータベース。一ノ瀬レイナは、私は南房総の民宿に次女として生まれた。最初の記憶は海と空の青、そして潮風の匂い。実家のすぐ目の前には綺麗な海岸があって、窓を開ければ潮の香りが風に運ばれてくる、そんな町。その頃の私は子供だからよくわからなかったけど、実家はそんなに繁盛した民宿ではなかったのだと思う。夏以外はお客さんもあまりいなかったから、きっと多分そうなのだろう。お父さんとお母さんは夏になると忙しそうに働いていたけど、秋や冬はお客さんがあまり来ないから私と遊んでくれた。だから私は夏よりも冬の方が好きだった。お姉ちゃんとは少し年が離れていたけど、それでも仲のいい姉妹だったのだと思う。何か特別なことがあった子供時代ではないけど、今思えばあの頃が私にとっては平穏で、ごく平凡な、幸せな日々だったのだと思う。自分がみんなと違うと気づいたのは、保育園に上がった頃。私は自分の目で見た風景を、すべて鮮明に、まるで写真に記録するように記憶することができた。そのことに気づいたのは、保育園の、桜組の保母さんだった。保育園の壁に貼られた絵の並びが昨日までと違ったから、保母さんに聞いてみたら、風で飛ばされてしまったので貼り直したのだと教えてくれた。レイナちゃんよく覚えているねと保母さんは褒めてくれたけど、私は覚えていたのではなく、昨日の風景が見えただけだった。
レーナちゃんは記憶力がいいねと言われたから、そうか、私は記憶力がいいんだと思った。それが特別すごいことだという自覚もなかった。でも周りの大人たちが驚くのが面白かったから、自分が知っているいろいろな風景をみんなに話してあげた。例えば街で見かけた車のナンバーやお店の電話番号、トイレの壁のタイルの数や本棚の絵本の並び順、民宿に来たお客さんが着ていた洋服のストライプの数、みんなも見ているはずなのに記憶に留めようとしないことを、私は決して忘れることがなかった。それは完全記憶能力だと大学の先生が教えてくれた。大好きな人の顔や美しい風景を決して忘れることがない力。きっと神様からの特別なプレゼントなのだと、子供だった私は素直に喜んだ。神様は私に何でも記憶する力を与えてくれたけど、それからもう一つ、誰にも治せない病気もくれた。それは嬉しくなかった。小学生になる前に偉いお医者さんに、私は大人になるまで生きられないだろうと言われて、泣いているお父さんとお母さんを見てしまった。その日から神様のことが嫌いになった。小学校の頃の思い出は病院の中ばかり。病院が自分の家みたいだったから、病院に来る患者さんは私にとってはお客さんみたいなものだった。他にやることもなかったから、患者さんたちの顔を覚えた。男の人、女の人、若い人、お年寄り、子供、赤ちゃん、いろんな人が私の暮らしている病院にやってきた。でも、せっかく顔を覚えても、みんな退院していなくなるか、死んでしまってお別れすることになるから、いつの間にか、人の顔を見るのが嫌になっていた。そして私は、病室からほとんど出ないまま、小学校を卒業した。中学生になる年から北理研の付属病院に転院した。南房総の生まれた町を離れて北海道で暮らすことになった。でも病院の中はどこも同じで、違うことといえば窓を開けてもそこには大好きだった潮風も波の音もないことくらいだった。結局中学校には一度も行くことはできなかったけど、北理研の人たちの研究を手伝う代わりに新しい治療法を受けられるというのが約束だった。だからこれで死ななくて済むんだって、あの頃の私は本気でそう思ってた。 DSD 計画、それが北理研の人たちの研究だった。何人もの白衣を着た科学者たちが私を取り囲んで、中学生には難しすぎる説明を熱心に話し続けた。それは人格と記憶をデジタルデータにするという研究で、私の完全記憶能力を調べることで人の記憶のメカニズムを解明できるのだと説明された。そして私が協力すれば心の病気で苦しむ多くの人たちを助けることができるとも言われた。だから実験は退屈だったけど、そんなに苦痛でもなかった。たくさんの映画を見たり、本を読んだり、音楽を聴いたり、様々な知識を手に入れたのもこの頃だ。それは脳の働きを知る実験の一環に過ぎなかったけれど、病院という閉じた世界で生きてきた私は、
いつの間にか知識を蓄えることに夢中になっていた。そして科学者たちが私の頭を機械につないで、私の考えていることや知っている風景をアカシックという機械でデータにしていった。アカシックというのは、私が生まれるずっと前から研究されていた人と同じ思考能力を持った仮想の人格を作り出すための巨大なコンピュータだった。本当にそんなことができるのか半信半疑だったけど、気がつくとアカシックが作る仮想世界の中にもう一人の私が生まれていた。私みたいな顔で、私みたいな言葉で、私みたいな声で、私みたいに話す。それも私しか知らないことを話す。まるでコンピュータの中でもう一人の私が勝手に生きてるみたいで、どっちが本当の自分かわからなくなって不安になった。アカシックの中で私の偽物が成長するに従って、現実の私の体は病気でボロボロになっていた。だからあの頃の私はいつも自分の死についてばかり考えていた。明日にでも自分が死んで、このままコンピュータに心まで取られてしまうんじゃないかと考えると、急に怖くなった。いつの間にか自分が自分でないものと入れ替わって、気づいたら消えてしまうんじゃないかという恐怖。自分の心がコンピュータの中にコピーされていって、本当の私が消えても存在し続けるかもしれないという恐怖。それは死ぬことよりも恐ろしい感覚だった。病院のベッドで寝ている自分とコンピュータの中の自分、どっちが本当の一ノ瀬玲奈なのかわからなくなった頃、私はみんなと出会った。ジャッジメント7、生まれて初めてできた友達、そして仲間、私が私でいられる唯一の居場所。病気が進行して一日の大半を何もないアカシックの仮想世界でただ無意味に過ごすようになった私に、生きているということを実感させてくれた人たち。きっかけはたまたまアカシックの中にいた私がタチアナたちのボイスチャットを聞いてしまったことだった。後で知ったことだけど、北海道の北利県にいるタチアナと東京にいるジャッジメント7がボイスチャットをするときは、北利県にハッキングして回線を解放していたらしい。その頃の私はアカシックの一部みたいになっていたから、北利県のさまざまな情報にアクセスすることが簡単にできてしまった。そして何の気なしに聞いた彼らの会話に、いつしか私は夢中になって耳を傾けていた。たわいもない雑談やゲームやアニメの話題、いつもつまらないことで喧嘩したり議論したりして、他人から見たらとても無意味で非生産的な素敵な時間。彼らがボイスチャットをしない日はひどく退屈で、時間の流れがひどく緩慢で心が落ち着かなくて、この人たちの仲間になりたいと思うのに時間は必要なかった。多分あの頃の私はジャッジメント7という集団に恋をしていたのだと思う。彼らのホームページを見つけて、7人目の戦士を募集という文字をそこに見つけた時、私は運命というものを感じた。いつ止まってもおかしくないこのポンコツな心臓が、本当に壊れてしまうんじゃないかと思うくらいに早金を打って、時々が止まらなかった。今までずっと嫌いだった神様のことを抱きしめてあげたいくらいに、この奇跡に感謝した。
そして私たちはジャッジメント7は7人になった。この人は世界くん。ジャッジメント7の代表でものすごいプログラマー、そしてとってもロマンチスト。みんなからは変態と呼ばれてるけど、私は普通に天才だと思う。世界くんは天才になろうと思って天才になった努力の人。世界くんと出会って知ったことは、人から理解されない天才が変態と呼ばれるってことだ。だから私は世界くんの理解者になりたいと思った。この人はイルカくん。とても真面目で面白い人。いつも私のことを笑わせてくれる。みんなから中二って言われてるけど、中学校にちゃんと通えていない私には、中二の彼だって立派な先輩だった。中二先輩だ。みんな誤解しているけど、彼の作る世界観はとてもすごい。誰かのためじゃなく、自分のためだけに何かを生み出せる人。そんな人をイルカくん以外に私は知らない。この人は浅野。とても可愛らしい素敵な女性。とても純粋で、とてもキラキラしている。もしも彼女が本当に残念な人なのだとしたら、私なんてただの残骸に過ぎない。浅野を見てるとそう思わずにはいられない。誰よりも弱いはずなのに、誰よりも強くあろうとする。浅野は私にとって理想の女性だ。私が男の子だったらきっと彼女に恋しただろう。この子は言うの。とても明るくて元気で優しい子。でも人に優しすぎるから自分に優しくできない。そのことが時々たまらなく心配になる。もっと自分を大切にすればいいのにって思う。言うのはいつも周りのことばかり気にかけているから、いつだって自分よりも他人を優先してしまう。わがままな私と違ってみんなから愛されるすごい人だ。この子はタチアナ。世界くんが努力の天才だとしたら、タチアナは生まれつきの天才。天が与えた才能を持っている神様に愛された子。でも神様は残酷だから、タチアナには同情してしまう。この子が見ている世界はきっと誰にも理解できない。誰もが当たり前のように息をして心臓が鼓動するように、タチアナはこの世のあらゆる事象を数値化して演算してしまう。それはこの世界のありのままを見てしまう力だから、オブラートに包まれていない薬のように、この世界はタチアナには苦くて苦しいもののはずだ。そして夏美、とても素直な子。私は夏美がたまに見せてくれる笑顔がとても好きだった。無口で人見知りで決して多くを語らないけど、そんな彼女が紡ぐ言葉は宝石のように貴重だ。その一語一句が私の記憶に刻まれている。他のみんなは夏美が私に冗談を言ったり笑いかけるのを意外だと言うけど、私にとって夏美は素直で何でも話せる一番の親友だ。これがジャッジメント7。私が手に入れた本当の宝物。絶対に失いたくない大切な記憶。ずっと彼らと一緒の時間が続けばいいと夢見ていた。でもやっぱりそれはただの夢で、永遠なんてないことを私は知っていた。シンクロダイブが完成して次のゲームを作り始めた頃、私は悟ってしまった。自分の寿命というものを。ゲーム作りに没頭して無理をしたせいかもしれない。
その頃の私はアカシックに接続された付属品のような状態だった。まるで魂の抜け殻。もう長くないということはお医者さんに言われなくとも知っていた。アカシックの中で自分の医療データにアクセスしたからだ。そして私の寿命を知ったであろうお姉ちゃんがジャッジメント7のみんなを北海道に呼ぼうとしてくれたけど、私はそれは断った。これでも女の子だ。こんなボロボロの姿を大好きなみんなに見せたくなんてなかった。それにこれまでずっと隠していた病気のことを今さら告白されたところでみんなだって迷惑に決まってる。みんなに迷惑はかけたくなかった。どうせみんなに会えないということは最初から分かっていたのだから、これ以上の幸せを望んだらきっと罰が当たる。そう思うことにしてただひたすら耐えた。昔から我慢したり諦めるのには慣れているから、その時も同じ、いつも通りのことだった。そして自分が今どこにいて、生きているのか死んでいるのか、本当の自分なのかデータ化された人格なのか、何もかもがあやふやになり始めた頃、私は知ってしまった。自分の記憶を、心を、魂を仮想世界に投影しているこのアカシックという機械が、本当は恐ろしい計画のための禁断の装置だということを。それは北利権の中でも一部の人しか知らない存在、十三権という秘密の研究機関による極秘の計画だった。 DSD 計画の本当の目的は医療でも福祉でも、ましてや心の病気で苦しむ人を救済することでもなく、一部の人間に永遠の命を与える不老不死の実現だった。記憶や人格という人の魂とも言うべき形のない存在をデジタルデータ化することで、永遠に終わることのない仮想の命を手に入れようとする禁断の研究。さらに仮想の世界から現実の世界に干渉することで、一部の権力者たちが永遠に人類を支配するという管理された統一世界を作ること。そんな絵空事のために私の記憶は利用された。そして何よりも恐ろしいのは、たとえ私が死んでもデータ化された私の人格が彼らの計画に永遠に利用され続けるという事実。データ化された私の仮想人格がアカシックを管理し、彼らの計画を実行するシステムの中枢となる。彼らが欲しかったのは、そのサンプルとしての私だった。一ノ瀬レイナというサンプルの全てがデータ化されたことで、彼らの目的はすでに達せられていた。だから、死にかけている私という本体には、すでに利用価値がなくなっていたのだ。彼らにとって私は、大事なおもちゃを取り出した後の空き箱のような存在。彼らの関心は、すでにデータ化された私にしかなかった。だから私は、自分の命が、意志があるうちに、このアカシックから自分の人格データを逃がす必要があった。まだ、私自身にアカシックの管理者権限があるうちに、一刻も早く行動する必要があった。私に残された時間は、多分、もうあまりなかったから。タチアナと世界君たちのデータ通信に紛れ込ませて、私の仮想人格データの一部をジャッジメント7のサーバーへと移動させた。13件の科学者たちにバレないように
少しずつ世界で一番安全な場所へデータを紛れ込ませた。私が生きている限りは消えた仮想人格の部分を私自身で補うことができるはずだ。でも私が死ねばアカシック内に残されたデータだけではその機能は完全には稼働しなくなる。私が死ねば彼らの計画も白紙へと帰る。それくらいしか彼らの計画を阻止する手段が私には思いつかなかった。そして2016年12月23日、クリスマスもクリスマスイブも待たずして、現実の私と仮想世界の私は死んだ。みんなとのクリスマスパーティーの約束守れなくてごめんね。でも私が死んだことでアカシックの機能も部分的に死んで、それで全てが終わると思ってたのに、どうしてこんなことになっちゃったのかな。ごめんね、みんなを巻き込んでしまって。でもこれで本当に終わるから、そしてまた始まるから、大丈夫。あなたたちの世界はまだ終わっていないから。気がついた？レイジ君。もうゴーグルを外していいわよ。あなたは？久しぶりね、レイジ君。あれれ、ユーノ撃たれちゃったはずなのに、ひょっとしてここって天国なのかな。きっとそうなのだ。ターニョ、日頃の行いがいいから地獄になって行くはずがないのだ。でも天国がジャッジメントセブンの基地とそっくりなんてげんなりだわ。もっとこう美少年パラダイスを想像してたのにね。浅野、あなたの業の深さは死んでも変わりないよね。何よ、むきり。そうか、やはり我々は死んだのだ。すまない、みんな。まあまあ、いるか。落ち着くんだ。どうやら俺たちは死んではいないようだぞ。え？そうだろ、陽子くん。もちろんよ。ここは天国でも地獄でも美少年パラダイスでもない、現実世界のジャッジメントセブンのオフィスよ。本当なのか？え、安心してちょうだい。誰も死んでなんかいないから。やったが、我が輩の目の前には
こうして天使がおるではないか。このような美しい女性が現実世界におるはずがない。むしろこのレベルの麗しさと気品は美の女神級と言っていいだろう。ということはここは楽園ロロロエ。あら、嬉しいことを言ってくれるわね、イルカくん。でもここは、ついに我が輩は伝説の地ロロロエに到達することができてしまったようだな。死んでしまったというのはちと複雑な心境ではあるが、残念だけどここはロロロエとかいう楽園ではないから、そろそろ目を覚ましてくれないかしら。話が進まないから黙っててくれると嬉しいのだけど。まずは自己紹介から始めないといけないわね。はじめまして、私は一ノ瀬陽子、レーナの姉よ。あなたが一礼のお姉さん。一連にお姉さんがいるって話は聞いてたけど、なるほど、確かに少し雰囲気が似てるかも。ちょっと待つのだ。それじゃあ本当にターニャたちは生きてるのか。ここは天国じゃないのか。どうやら生きていると思って間違いないみたいね。それによくよく考えてみれば、業の深い浅野が私たちと同じ天国にいるはずなんてないし。夏美、あんたってばどうしてそんな嫌味ばっかりポンポンと言えるのよ。っていうかあんただって天国って柄じゃないでしょ。ふっ、混沌の黒天使であるこの私には天国も地獄も関係ないもの。どちらにも所属しない孤高の存在なのだから。ああ、はいはい、ぼっちは死んでもぼっちってことね。ああ、かわいそう。なんか同情しちゃうわ。なんですって？ぼっちならあなただって負けてないでしょ？この一人カラオケ天国が。うん、それいいわね。カラオケがあるなら天国でも地獄でもどっちでもいいかも。言うのはかき氷地獄がいいかな、それともパンダ地獄の方がいいかな。レイジ君はどっちがいい？それって地獄じゃなきゃダメなんですかね。かき氷天国やパンダ天国じゃダメなんです。あー、でも地獄って言った方がすごそうかな。かき氷天国じゃなんだか生ぬるいよ、レイジ君。みんな、そんなことよりそろそろ話を進めたいのだけど。ちょっと待つのだ。ターニャたちが天国にいるのか現実にいるのかはとっても大事なことなのだぞ。よし、わかったのだ。ターニャがここが天国かそうでないかを確かめるのだ。逃げたー！じゃあ何するんだよ。レイジが痛がってるのだ。つまりここは天国なんかじゃない、現実の世界なのだ。でもおかしいよ。ユーノたち拳銃で撃たれたんだよね。なのにどうしてピンピンしてるの？なるほど、そういうことか。我が輩には全ての謎が解けてしまったぞ。
どうやら我が輩たちは司祭を超越する特殊能力に目覚めてしまったようだ。名付けてリンカーネーション、もしくは我が輩たちが生きている平行世界への移動を可能としたのかもしれない。名付けて真実パラレル。おーい、みんなそろそろ目を覚ましてる？みやびさん、うわー、お化け！あんたさっき拳銃で撃たれてたわよね。なんで生きて歩いてんのよ、ゾンビなの？何よ、いきなり失礼ね。この通りどこも怪我なんてしてないし、ゾンビ化もしてないから。一体これはどういうこと？私たちは確かに撃たれたはずなのに、あなたも私たちも無傷だなんて、どういうこと？そうよ、仮想世界のモニターで見たのは一体何だったのよ。まだそんなこと言ってるの？仮想世界で見たことが何でもかんでも真実と思ったりしちゃダメよ。っていうか、そのあたりのことはもう陽子から聞いてると思ってたんだけど、まだだったみたいね。だって説明しようと思っても誰も話を聞いてくれないんだもの。まあジャッジメントセブンだからね、無理もないか。それでみやびさん、出口の方は？ひとまず机に手錠でガチガチに縛り付けておいたから、目が覚めてもしばらくは動けないわ。その間に DIH のスタッフに拘束されるはずよ。そう、それなら彼からいろいろと情報が引き出せそうね。まあここまでやったんだからそう願いたいわ。さてと、それじゃあそろそろ君たちにちゃんと状況を説明しておかないとね。君たちが仮想世界で見せられた一人一人射殺されてく映像なんだけどさ、あれ全部偽物だからということで説明おしまい。説明おしまいって、いやいや、いくらなんでもざっくりしすぎですよね。さっぱりわけがわからないんですけど。だからあれはあらかじめ用意しておいた映像を仮想世界で見せただけなのよ。結構よくできてたでしょ、びっくりした？びっくりしたなんてもんじゃありませんよ。本当に死ぬかと思ったんですからね。まあまあそう目くじら立てないでさ。あれは出口さん、ううん、出口の正体をあぶり出すための作戦だったんだから。陽子たちと一緒に綿密に準備して作戦を決行したのよ。思いのほかうまくいってびっくりしてるくらいだわ。ねえねえ、みやびさんと陽子さんってお知り合いさんなの？ええ、そうよ。私は以前北利県に所属していたから、もちろん13県なんて無関係な普通の研究員としてね。北利県でレーナは人の記憶のメカニズムを解明するための研究に協力していたの。アカシックというシステムを使ってね。私は脳科学者としてその研究に参加していたのよ。もっともそれはあくまで表向きの研究で、実際には裏で13件という秘密の部門がそのデータを使ってまるで別の研究をしていたようだけど、そのことを知った私は北利県を解雇された後、独自にアカシックや13件のことを調査している途中で宮城さんと出会ったの。まあ宮城さんは最初は私のことを13件の一員だと思って接触してきたみたいだけどね。
だって元北陸県の研究員でアカシックにも関わってて、しかも一ノ瀬玲奈の実の姉なんて言われたらさ、とりあえず一丁疑っとくみたいな、ねえ。まあ何はともあれ、それ以来私は宮城さんに協力して北陸県とアカシック、そして13県についての調査を開始したというわけだが、宮城氏は DIH の職員だからわかるとして、なぜ陽子女子まで13県などに関わるの？正直言って危険ではないだろうか。もちろん危険は承知よ。でも13件がレーナの記憶データを、いえレーナ自身を悪用しようとしているのであれば、そのことを看過することはできないわ。姉として妹の魂の尊厳のためにも、そんなことは許せない。許すわけにはいかない。たとえ何もしてあげられなかったダメな姉だとしても、ね、確かにそれはそうであるが。で、そんなこんなで13件を探っているうちに、出口の行動に不審な点を感じた私たちは秘密裏に彼の内定調査をしていたんだけど、そこでレーナの仮想人格データのサルベージと宮城さんとジャッジメント7の暗殺という出口の計画を察知したのよ。そして偽の暗殺映像で出口を騙して正体を暴き、彼よりも先に宮城さんが現実世界に戻ることで出口を拘束するという作戦を立てたの。あ、ちなみに出口に金で雇われた本物の暗殺者の方はとっくの昔に DIH で拘束済みだったわ。だから君たちには何の危険もなかったってわけよ。ちょっと待ってよ、実際に映像の中の私たちが撃たれるたびに仮想世界の私たちの姿も消えていったじゃない？あれってどうしてなの？単純な原理よ。射殺される映像に合わせてあなたたち一人一人の回線を切断していったの。あたかも現実世界で殺されたように見えるようにね。なるほどね。ところで宮城くん、君はさっき陽子くんたちと協力してと言っていたよね。仮想世界で偽の映像を再生させたり、映像に合わせてそれぞれの回線を解除していくなんて、君たち二人にできることじゃない。他にも協力者がいるんだろ？それもアカシックというシステムにある程度の権限で干渉できる協力者がね。ええ、その通りよ。隠していても尾張君にはバレちゃうだろうって忠告されていたけど、どうやら本当みたいね。もう一人の協力者というのは他でもないレーナ自身よ。一例が、にゃん、レーナがあの計画に協力してたというのか。でも一体どうやってなのだ。私はレーナの記憶のデータ化計画の責任者だったから、アカシックにいるレーナとコンタクトを取るための特別なラインを秘密裏に作っておいたのよ。もちろん13件の厳重なセキュリティをかいくぐってだから、いつでも好きなように連絡が取れるわけじゃないけれどね。なんなのよそれ。つまり全部全部茶番劇だったってことじゃない。本気で怖がった私たちの気持ちどうしてくれるわけ。本当なのだ。ターニャ泣きすぎて水分と塩分をたくさん消費してしまったのだ。お詫びにガジガジ君を要求するのだ。そうである。それに事前に知らせておいてくれれば我が輩もっとダイナミックな演技で散ってみせたものを。残念だ。
君たちを騙していたのは申し訳ないと思ってるわ。本当にごめんなさい。でも君たちにまともな演技は期待できそうもなかったから。まあだからこそ迫真のシーンになったと思うわよ。特にラストシーンのレイジッチとナツミンの掛け合いなんてアカデミー賞ものだったし。ほっほー、それは非常に興味があるね。どういったものだったんだい？見たい？重要な証拠として映像データを記録してあるから、後でこっそり共有しようか。おお、それはぜひに。やめて、そのデータは破棄して、私の黒歴史なのよ。そうです、というかそんな重要なデータを漏洩しないでください。二人してそうも強く拒否するなんて、ますます興味が湧いてきてしまったね。本当よ。あんたたち最後の最後にどんなこと話してたのよ。まさかレイジとナツミはチューしたんじゃないだろうな。タニャ、映画とかテレビでそういうの見たことあるぞ。わー、なっちゃん大胆。するわけないでしょ。そもそもあの状況でどうやってキスができるっていうの。そんなのしたくてもできるわけないでしょ。おっほー、あの状況じゃなければしないこともないという口ぶり、それも興味深いね。さあ、みやびくん、そこの PC を使っていいからそのデータを見せてくれたまえ。オーケー、任せといて。やめて、いっそ殺して。やめろ、いっそ殺してくれ。何よ、今いいとこなのに。もしもし。え、なんですって？みやびさん、どうかしたの？うん、これはもちろん機密事項なんだけど、拘束中の出口が自殺をしたそうよ。護送される際の一瞬の隙をついてて。これで真相を語る証人が消えてしまったわ。聞き出したいことが山ほどあったのに。どうやらまた忙しくなりそうね。すぐに DIH の仲間と合流して今後の対策を練らなくちゃ。ついでに出口に自殺する隙を与えた東辺木には蹴りの一発でも入れておかなきゃね。じゃあ私たちはもう行くわ。今までの君たちの協力には感謝するわよ。だけどね、分かってるとは思うけど、ここから先はゲーム屋さんの出る幕じゃないわ。今度こそアカシック、あの仮想世界のことは忘れて君たちは本業に戻りなさい。いいわね。だがまた我が輩たちが13系に狙われるということはないのか？それはないと思うわ。13系がジャッジメント7を狙っていたのはレーナの仮想人格データがここのサーバーに保管されていたからよ。それを取り戻した今、ジャッジメント7はもう用済み。かといって出口のように正体がバレたわけでもないから、口封じに殺そうなんてことはしないはずだわ。君たちを始末しようとしたのは出口の勝手な暴走よ。その出口が自殺した以上、あなたたちは安全と考えていいわ。下手に君たちに危害を加えて騒ぎを大きくするほど13件もバカじゃないでしょうからね。
ちょっと待ってください。この作戦は一ノ瀬玲奈さんも知っていたんですよね。ということは自分の仮想人格データが13件によってサルベージされることも分かっていたんですよね。ええ、そうよ。玲奈さんはどうしてそんなことを。だって自分の仮想人格データが13件に利用されるのを一番恐れていたのは玲奈さん自身じゃないですか。レイジ君、あなたどうしてそのことを。ええ、そうね。確かにあの子は、レイナは自分の記憶データが13件の計画に利用されることを何よりも恐れていたわ。だから自分の意思で記憶データの一部をこのジャッジメント7のサーバーへと引得した。ここがどこよりも安全だって知っていたから。確かに世界のセキュリティはペンタゴンクラス。データを安全に隠すには実に最適な判断と言えるな。さすがは一例である。もちろんここにレイナの記憶データがあるとバレるまでは安全だったわ。でも様々な偶然が重なってその存在がバレてしまった。13件がずっと探していた重要なデータの一部、それがこのオフィスにあると分かった以上、ここに隠しておくのはあまりにも危険すぎたのよ。セキュリティが完璧だからこそかえって危険な状況になってしまった。なんでなんで。セキュリティが完璧だったら安全なんじゃないかな。そうか、そういうことか。もしここのセキュリティが普通のゲーム会社レベルなら、13件によって簡単にハッキングされ、誰も気づかないうちにデータを回収できていたでしょう。でも、ここのセキュリティはあまりにも強固すぎるの。外部から不正にアクセスすることはまず不可能。となれば、次に彼らが取る行動は一つしかない。え、どういうこと？諦めてくれないの？ねえ、オワリ君、もしあなたの目の前で浅野さんに銃を突きつけられてサーバーのデータを取り出すように命じられたらどうする。私そいつは悩むね。そのデータというのがもしも俺の秘蔵のお宝映像だとしたら、浅野には悪いが。見捨てるな変態。っていうか、あんたのエロ動画と引き換えに殺されるなんて死んでも嫌だ。彼らは目的のためなら手段を選ばないわ。サーバーからデータを引き出せるのがオワリ君だけだとしたら、他の人間を殺して脅迫するなんてことも平気でする。そんな、世界さん以外はみんな殺されちゃうかもしれないの。ま、その場合はデータを手に入れた後、俺も殺されちゃうんだろうがね。私が危険だと言った意味が分かってもらえたかしら。だからこそ仮想人格のデータを13件に一度取り戻させるということがこの計画では不可欠なプロセスだったのよ。つまり私たちをもう利用価値のない存在だと思わせるため。その通り。あのままジャッジメント7がデータを保有し続けていたら、13件はいつか必ず実力行使という手を打ってきたわ。だからその前に仮想人格のデータを君たちの元から失わせる必要があったのよ。そしてこのことはレイナの仮想人格が強く望んだことでもあるわ。これ以上みんなを巻き込みたくはない。ターニャたちを守ろうとしてくれたのか。一年、ヨーコ、お前は仮想世界やアカシックのことを知ってたのか。ええ、知っていたわ。
でもタニはずっと北陸にいたけど、アカシックなんて聞いたこともないのだ。それは無理もないわ。アカシックの開発計画は実は何年も前に終わったことになっているのだから。アカシックというのはいわゆるスーパーコンピューター。強力な計算能力を備えた次世代型の巨大演算機で、北陸県がずっと開発していたものなの。 MBA マシンブレインアーキテクチャーと呼ばれる、人間の脳を模した巨大な CPU を備えたニューロコンピューターなのよ。その存在自体が表立って発表されていないだけで、別に13件なんていう秘密の組織も関係ない普通の研究の一つなの。 MBA なんか聞いたことあるぞ。それはデカ頭のことなのだ。デカ頭。そうなのだ。前にパパに聞いたことがあるのだ。でっかい人の頭みたいなコンピューターを作ってるってな。いまいちピンとこなかったからデカ頭と名付けたのだ。でもデカ頭は別に13件とか関係ない普通の研究のはずだぞ。だってターニャだって知ってるくらいだからな。ええ、そうよ。私も北陸県にいた頃はユーリー博士と一緒にアカシックを使った研究を行っていたの。その研究というのは DSD 計画と呼ばれていたわ。デジタイズドソウルデュプリケーションプロジェクト、つまり人格と記憶のデータ複製計画よ。研究者たちは魂の複製なんて言っていたけど、要するに人の記憶をデジタルデータ化する試みね。それ自体は他の研究機関でも行われてることだから、取り立てて特別な研究テーマでもなかったのだけど、そしてその被験者として選ばれたのが私の妹一ノ瀬玲奈よ。彼女は完全記憶能力の持ち主だったから、記憶のメカニズムを知る研究対象としてぴったりだった。だから玲奈は12歳の時から北海道にある北陸県の付属病院に入院しながら DSD 計画に協力していたの。私も大学を出た後北陸県に入社して研究に合流したわ。記憶から作られた仮想空間の中でデータとして再現された仮想人格として生活すること、それが DSD 計画の最終目標だったの。そしてテストケースとして作られたのがこの浅草の街だったというわけ。それがレーナの強い希望だったから、たとえ仮想世界だとしても仲間であるあなたたちと同じ世界を共有したかったのね。北陸県でそんな研究をしていたなんて、そんなのタニアはちっとも知らなかったのだ。それにレーナがすぐそばにいたのに気づかなかったのだ。ターニャ、レーナや私たちのこと、そして北陸県の研究者たちのことをどうか信じてほしいの。 DSD 計画は本来は平和利用のためのものだったのよ。心や記憶に障害を持った人たちをアカシックが作る仮想世界の中でケアしたり治療を施したりすることや、あるいは大規模災害時などのシェルター生活における精神的ストレスやトラウマによる後遺症を緩和させるために、肉体から精神を切り離し記憶によって再現された仮想世界での生活を追体験させるといった平和的医学的な研究だったの。でも私たちにはどうにもならない思惑によってその目的は変わってしまったの。研究の主導権は北陸県の中でも存在を隠匿されている13県に移管され、表面上はプロジェクト中止、私も研究チームから外され結局は解雇されてしまったわ。
もっとも、その頃の私は13件なんてセクションがあることも知らなかったから、一方的に解雇されたとしか思ってなかったのだけど、そしてレイナとも自由に会うことができなくなってしまって、たまに会うことが許可されたとしても常に監視がついていた。明らかにおかしいと思って調査をしてみたら、案の定 DSD 計画は終わってなんかいなかったというわけよ。その目的を変え、秘密裏に研究が続けられていた。その目的というのが実にひどい内容なのだけど、一部の権力者だけが記憶と人格をデータ化し、仮想世界で永遠に生き続けるというものだった。魂のバックアップとも呼ばれているわ。まさに現代版の不老不死の研究よ。ほんと今時不老不死よ。漫画の世界じゃないんだから、いい加減にしてほしいわよね。そして13件がレーナの仮想人格を追っていたのは、彼らの計画の中核となるアカシックを制御する管理者人格にレーナの仮想人格が利用されているから。しかも13件の研究はそれだけじゃないらしく、不老不死を手に入れた権力者が仮想世界から現実世界へと干渉する手法も研究しているみたいなの。仮想世界から現実世界に干渉？そんなことが可能なの？正直私も半信半疑ね。どんな技術や手段を使ったら仮想世界から現実世界に干渉できるのか、まるで見当もつかないわ。だがもしそんな技術が確立してしまったら、仮想世界から現実の社会を管理するという絵空事が一気に現実味を帯びてくるということか。まさか今世間を騒がせている JK 事件ってのはその検証試験じゃないだろうな。私たちも同じ意見よ。今回の JK 事件には13件が関与していると考えて間違いないと思うわ。手段はまだ謎だけどね。おそらく彼らが計画しているサイバーテロはその一部の権力者ってのに向けた宣伝活動のようなものよ。まったく冗談じゃないわよね。とまあ長々とした説明はこれで終わり。さっきも言った通り、今後はもう13件が君たちに積極的に危害を加えることはないはずよ。ただしそれはこれ以上君たちが今回の件に深入りしないっていう条件付きだけどね。あとは DIH に任せて、このことはきれいさっぱり忘れるように。サイバーテロの方は何とかするわ。もちろん奪われた仮想人格のデータの奪回も含めてね。だがしかし、そこまで事情を知ってしまってここで手を引けっていうのはあんまりじゃないかね。この件にレーナが関わっているのなら俺たちも無関係じゃない。お願いよ、それがレーナの仮想人格の願い。いいえ、レーナの願いなのだから。それからさ、このことは忘れてほしくないんだけど、未遂で終わったとはいえ君たちは殺されかけたんだよ。今回はたまたま助かっただけなんだからね。この次は多分確実に殺される。そういう奴らが相手なんだから、素人が感情に身を任せて首を突っ込まないでよ。ゲームと違って現実ではコンティニューなんてないんだからね。
アニシカ、出かける準備をしてくれ。今からユーリーのところへ行こう。パパのところにか。あんなことがあったんだ。ユーリーのところにいた方が安心だろ。それに俺もユーリーには聞きたいことがあるからな。わかったのだ。我が輩も今日はそろそろ帰還することにするぞ。私たちももう帰るわね。レイジ君、なっちゃん、またね。夏美さん、そろそろ僕も帰りますね。あなた、本気で帰る気？そうですけど。ことがあった後で、もしかしたらまた敵がこの基地を襲撃してくるかもしれないのに、私一人でここを守れというの？あなたが頼りになるとは到底思えないけれど、それでも私の盾ぐらいにはなるし、だからその…